ね、そのフェアルフィーの、あのオレンジの街の紹介を。ああ、はいはいはい、いました、いました、いました。いや、なんか覚えていただき嬉しいです。なんかあの帰ってきたら連絡いただけて覚えていただき嬉しいです。いやいやいや、今年はあの15人戦の女子のワールドカップもあるんで。そうですよね、うん、ちょうどあの、そう、ちょうどその話いただいたので、あの、はい、ちょっとですね、このインタビュー流すときに、その前の週ですね、富田選手も参加されたのキャップ授与式の、第一号キャプテンの岸田典子さんの会見の音源とかも流してたんですね。うん、あ、へえ、そうなんだ、すごい。へえ。なので、あの、その時にツイッターで写真も出してたので、富田選手も一緒に、あの、ハーフタイムで授与式だったので、はいはいはい。はい、ご一緒に写られてる写真も上げてたりとかしてたんで。ああ、ありがとうございます。なんか、すごい。私が把握しきれてないところですごいたくさんの方が取り上げてくださってキャップ授与式のリアクションというか反応大きかったなって。いや、本当にすごい、メインスタンドのキャップをこう手にした皆さんがすごくこう、あの、明るい感じで、いや、なんかあれ特別な感じの回でした。あんなの多分もう一生ないだろうなっていう感じの回で、すごい本当にもうめちゃくちゃ感謝です。あの、このキャップの話って富田選手がいつこう伝わってきたんですか？キャップの話は、コロナ禍の前になんかやりますみたいなお知らせが来て、私も行きますみたいな感じだったんですけど、確かコロナで延期しますっていう風になって、で、まあ、延期する日程もいつになりますっていう連絡もなかなかコロナだったんでなくって、でちょうど私がフランスにいるときに、実はこの夏にやることになりましたので、もし日本にいらっしゃればみたいなことを協会の方に連絡いただいて、え、やるんだって思って、でその6月か7月ぐらいのタイミングで協会の方から正式に連絡が来て、はい、やる、あの、やっと、あの、延期してたキャップ授与式を初めてやるっていう風になって、来たって思いました。いや、本当にね、すごい華やかというかですね、こう、ね、そうそうたる富田選手を始めて、ちょっと皆さんいらっしゃったじゃないですか。いや、もうすごい名だたるレジェンドたち、プラス、もう私も全然知らない、もう本当に私が知らない前に、もうずっとラグビーしていた方々がこうやって、あの、女子ラグビーつないできてくださったんだなって、なんか思うと、すごいなんか、歴史がつながってる感じがして。なんか私も正直リオのオリンピックとかワールドカップで日本代表として出場させてもらったんですけど、やっぱ結果が振るわないと、なんかどうしても歴史を止めてしまったんじゃないかとか、なんかそういうこうちょっとしたネガティブな感情をやっぱ抱いちゃうんですよ、出てる側は。だけど、なんかこの、こう、各先輩方がこう残してくださったのに、私もこう、あ、そこの1ページにいるんだっていうのをすごい感じて、ましてやレジェンドの方々なんて、こう、桜のジャージを着ることさえできなかったので、その時代からなんか繋いでくださったんだなっていうのが、なんかあの動画も協会が作ってくださったんですけど、本当になんかその動画も秩父宮で見て、なんか本当に勝手に嬉し涙出てきて、なんか久々にこんなにまっすぐ泣いたなって思います。なんか悔し涙とかって結構よく多分出るスポーツ選手だったらあると思うんですけど、なんか本当泣いて、嬉しくて泣くっていう感情がすごい久しぶりの感情で、なんか本当にその歴史の1ページに入れたことも嬉しかったですし、なんかもはや同窓会みたいな感じで、なんか昔の思い出話に花が咲いてみんな元気みたいなのとかも本当に一生の記念になってて、もう本当に感謝ですね。本当に、ね、ハーフタイムで富田選手がこう受け取られて、でその前にこうメインスタンドで後ろ型ずつこう取ら、ね、キャップをかぶさせられてる時もすごいお一人一人にこう拍手が送られてて、すごくなんか見ててこう、すごく、あ、なんかこう胸熱くなるというか、すごいいいこうシーンにさせていただいたなってすごく思ったんですね。でそしたらその、ね、8月の秩父宮のアイルランド戦で15人戦の桜フィフティーンが勝ったじゃないですか。はい、率直にご覧になってて、あの試合自体の感想っていかがでした？
ジャパン強えって思いましたいや普通に自陣とかエリアに入るのもすごいやっぱりキック力もあってうまいし、使うところはちゃんと脚力で足で走って持っていくみたいなところだったり、やっぱりこう相手の不意打ちついてこう裏にキックするとか、配送させるシーンも結構その前回のアイルランド戦でもあったので、エコパの時は負けちゃったんですけど、すごいいい試合、内容的にはすごいいい試合だったんですよ。だけどエコパだったんですごい観客があんまり入ってないのすごい感じで、すごい静かなスタジアムだなっていう風に感じちゃって、まあ、逆に選手のグラウンドレベルで何言ってるか全部聞こえるみたいな感じではあったんで、まあそこは見てて観戦してて面白かったんですけど、やっぱ秩父宮はグラウンドから近いのもあったのに、もうそれ以上に観客がすごいたくさん行ってくださったおかげで、なんかすごいこれいけんじゃないみたいな雰囲気がもう最初からあったし、すごく個人的にはオリンピック予選のリオを決まった時の最終予選とすごい被って、なんかすごい嬉しかったです本当に。いや本当に自分もグランドレベルには行って写真撮ってたりしたんですけど、本当にこう客席から上がってくる歓声がすごかったですね、ワールドカップなんじゃないかぐらいの感じだったんですけど、なんか普通に女子でこんなに、しかも有観客、ちゃんとみんなチケットを買った状態で入ってきてくれてて、でましてやその観客たちもこう楽しかったし、いい試合だったって言ってやっぱ帰っていったっていうのがすごく一個大きい財産だなと思ってて、やっぱどうしてもなんか勝ってもなんかすごい圧勝だとこんなもんかみたいなところもたまにあるじゃないですか。なんかそういうのじゃなくて結構やっぱ接戦だったからこそ見応えがあったみたいな風にやっぱ観客からは言ってもらったり、もう私は一女子ラグビーやってる選手としては、いやー日本のラグビーこれワールドカップいけんじゃないかなっていうぐらい、なんかすごく完成度というかレズリー体制でこう若い世代がすごく伸び伸びとプレーできるようになってきてて、自信がついてきてるので、この勢いのまま行ってほしいなってすごい思いました。すごい指示伝えてきました。今ちょうど富田選手からレスリー・マッケンジーヘッドコーチのお名前出たので、そのレスリーヘッドコーチとこうお話しするときに、レスリーコーチの印象っていかがですか？レスリーは